皆さんこんにちは、みねこです。はい、今回はですね、ファイナルライブまで、ね、もう1日ですね。なのでまあちょっと言い方おかしいんですけど、とうとうねファイナルラブライブが明日に迫ってきたということで、今回はねちょっとファイナルへの意気込みじゃないですけど、まあそんな感じでちょっと雑談をしていきたいと思います。まあね、とうとうなんだ、もうファイナルライブがやりますっていうのを発表してから、まあ、ファイナルっていうか、まあ次のネクストライブが、ありますよ、ネクストウィンターにっていう風に、発表されたのがですね、去年のフィフスのライブの時ですねの2日目に、発表がありました。もうねその時はねいつになるんだろうなって感じで、まあ今回と一緒のフィフスと一緒の日程になるかなと思って、でそれでねまあ発表ないなと思って、まあ、急遽ね、あ、なんかミューズだけの番組っていうのが、BS11 だっけ、なんか そこら辺であったじゃないですか。まあそこで、発表され、まあねファイナルということになってしまって、もうそれでねみんなって感じでしたよね。まあ画像が流出みたいなことしちゃったんですけど、まあそんな感じで、あの番組でね本当にファイナルだっていうことを、発表され、でそれでチケットの申し込みで、ブルーレイの、発売チケット申し込みという風になってってね、まあ2日目当たったということでいけるっていう風な、まあすごい盛り上がって、でもまだその時実感なかったんですよ。東京ドームであのミューズをみんながやるみたいな、そしてファイナルっていうことを全く実感なくて、でも30日になった今でも全く実感ないんですけどね。だって今撮影日がもう2時ぐらいなんですけど、2時ぐらい、あと24時間後ぐらいにはもうね、あの東京ドームのあの会場に入場が始まってるぐらいの時間じゃないですかね。本当になんて言うんだろう、本当実感湧かないですね。なんであのなんだろう、東京ドームの会場じゃねえや、あの明日の31日の、まあ、ライブビューイングのね、ライブをやったら、まあ、ついにライブ来たなっていう風に思うんですよね、多分ね。ね、本当に楽しみですね。本当楽しみしか一言しかないんですけど。で、まあ、そんな感じでやっていくんですけど、まあ、自分が、ラブライブのライブで、この曲だけは聴きたい、これはずっと楽しみにしてるっていう曲があるんですけど、それはね、こちらです。ちょっと、歌を、あの曲を変えちゃうんですけど、ご了承ください。じゃあこちらです。はい、この曲ですね。まあ、この曲の曲名はルテシキスキしてるっていう曲名なんですけど、これはまあなんだっけ、スクライドルパラダイスのビータのですね、あれですね、シャングリラシャワーのカップリング曲についてきた曲ですね。まあ、こちら、フィフスの時でやるかなと思ったんですけど、やんなくて、ってことは、ルテシ、ネクストライブ来るぞということで、ずっと楽しみにしてるんですけど、これ個人的に大好きなんですよね。本当に、なんて言うんだろう。メロディーっていうかリズムがすごい面白くて、本当に大好きで、本当に、もうすぐ聴きたい。本当に生で聴けることすごい楽しみにしてます。で、まあ、これと同じように、こちらですね、カップリング曲で、フィフスの時披露されなかった曲、こちらです。はい、パラダイスライブですね。こちらは宝物寺のスクフェスの、カップリング曲で流れた曲なんですけど、まあこれはですね、もうこれとあとはルテシが来なかったじゃないですか。でライブの曲で唯一発表されてない、まあ、新曲以外で発表されてないのはこれだけなんですよね。パラダイスライブとルテシは、新曲を除いて発表っていうか披露されてないのがこの曲だけということで、だけ、多分だけだと思うんですけど、これだけなんで、まあ絶対披露してくれるかなっていう風にね、すごい自分の中では楽しみにしてます。まあこんな感じですかね。まあなんだろうな、もう一回どれを聞きたい、どれだっけな、あ、これですね。はい、
ブルーレイ2期のブルーレイについてきた、CD のそして最後のページにはがもう一回聞きたいですね。自分の中ではこれ大好きで、あ、本当に歌詞すごいいいじゃないですか。なんで本当に楽しみにしてますね。これもう一回聞きたいって思いますね。であとは個人的にこれからとモーメントリングとさよならやさよなら、あと僕光とか、まあ、そこら辺サニーデイソングとか、まあ披露されたらこれは完璧 100% 泣くだろうなっていう風に自分で今思ってるんですけど、いやでもどの曲聴いてもてか東京ドームでその公演が始まった瞬間ちょっとうるってきそうですね絶対。だけどライブで絶対一回は泣くと思うんで、はい、もうね、だってもう僕光とか流れたら絶対我慢できなくなるんで、うん。あとこれからとかすごい歌詞いいじゃないですか。ほんと畑さんほんとすごい人だなって思って、秋元康先生ぐらいすごいなって思ってて、ほんとね、もうやっぱ作詞する人ってほんとすごいですよね。ここまでなんだ絶対もう100何十曲あるじゃないですか、ラブライブなんて110曲ぐらい、そのぐらいあるじゃないですか。まあそれを全部ね畑さんが書いてるっていう風に思うと、いや110曲以上か、そのぐらい書いてると思うと本当に作詞の人って本当すごいなって思って、作曲してる人もそれと同じぐらいすごいんですけど、やっぱ曲作る人ってやっぱすごいなっていう風に自分はラブライブのね曲を聴いて実感しましたね。まあこんな感じでいっぱい聴きたい曲がいっぱいありますね。であと南條さんが、参加できるということで、まあちょっとなんだ全部出れるかどうかっていうふうのはちょっとわかんないんですけど、まあ南條さん出れるということでね、9人揃ったミューズ本当に最高です。それ見れるっていうのがねやっぱり、いやー南條さん本当に良かったです。だけど無理をせずにねちょっとやってほしいですね。そのライブ中に頑張りすぎちゃって膝ダメにしちゃって、なんだろうライブとか南條さん、フィリップサイドとかそういうライブでねちょっとそれが原因になっちゃうと困るんで、ちょっとね無理しない程度でやってほしいですね。まあこんな感じですかね。あとはまあ映画の曲はまあもちろんのこと、今回のユニットの曲とかですかね。あと自分がそうやってほしいのは完全版のソルジャーゲームをちょっと見てみたいなと思って、ニューイヤーライブだったっけな、多分ニューイヤーライブだと思うんですけど、ニューイヤーライブでソルゲやったんですけど、ミモリンとパイル様しかいなかったんですね。なんでナンちゃんがいなかったんで3人の完全版のソルゲを見てみたいんですよ。だからちょっとねソルゲ来たらいいななんて思ってますね。うん、あとはこんな感じですかね。まああとはもう全部もう見たいですけど、それ全部やったらちょっとやばいんでまあね、まあちょっとその中から絞ってね自分が聞きたいやつっていうのをちょっとチョイスしたんですけど、はい、まあ聞きたい曲がたくさんあります本当にまあこれはね31日と、まあ、1日にねちょっと楽しみに待っていきたいと思います。はい、まあこんな感じの動画でした。まあ本当に雑談みたいになっちゃったんですけど、まあこんな感じです。で、あともう前日物販がもう行われてて、それでツイッターとか見てると本当に人がやばいらしくて、事前物販やったのに、事前物販でほとんどグッズ売られたのにこんなにいるのっていう風な感じでそんなにいっぱいいるらしくて、本当にまあ買い忘れた人とか買えなかった人とかもういっぱいいると思うんで、まあそれなりに多いだろうなと思ったんですけど、もうやばいですね、もうコミケやんみたいな感じで、コミケと同じぐらいすごかったですね。はい、なんで自分は1日に、始発で、東京ドームに行きたいと思います。で東京ドームとかなんか旗とかいっぱい飾られてるらしいですね。なんで本当に完璧なねあれですね、なんだっけ、ラブライブモードになっているということで、自分本当に楽しみにしていきたいと思います。でまあこの動画、あーやべブレード転がったまあこの動画撮り終わったら自分はすいません、もう本当にひどいな、なんでカメラがこんな今日は揺れるんだろう、すいません。まあこんな感じでね、これからフィフスのね
ライブの映像を見てこんな感じでコールしていきたいと思います。まあ、最後のね、最後の練習ということで、まあね、コールをね、頑張ってというか、完璧にしたいと思います。はい、まあこんな感じでした。すいません、最後の最後でね、カメラが揺れるというハプニングが起きてしまって本当にすいませんでした。まあこんな感じで、まあ31日1日皆さん楽しんでいきましょう。まあね、現地に行く人やライブビューイング行く人、皆さんね、全力で楽しんでいきましょう。はい、今回はこれで終わりにしたいと思います。何か質問リクエストコメントがありましたら、コメント欄やツイッターまでお願いします。はいね、もう1日ということで本当に楽しみですね。皆さん本当に楽しんでいきましょう。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。